はいどうも、アダーシです。今日はね、釣りをしにやってきました。こちら、橋の下ですね。で、昨日結構雨が降ってるんですが、まあ、こういう梅雨時期の雨の日に釣りたいのは手長エビですね。仕掛けは、2.5 号の針がついてます。で、先っぽに誤解がほんのちょびっとね。で、一番シンプルかな。重りがついててもう道糸とかあんまり関係なしで、浮き釣りが好きなのでやっていきましょう。釣り自体がかなり久しぶりすぎて怖いわ。釣りの感覚がもうない。で、この足元は結構滑りやすくなってます。今干潮かな。本来ならここまで水で浸ってるので、それを狙って手長エビ釣りをするのだけれど、今回は潮が引いているのでその下を狙ってみるけど、早いね。この岩の隙間を狙っていきます。見えるかな。慎重に流そう。ちょっとね、重りと針の位置を下にしよう。いいですね。これで岩と岩との間に餌を置いていく。待つ。なんかいたな。エビはいる。小さいエビがいるけど、針にかかるぐらいじゃないかもしれない。ちょっと当たりがあったので、ここで。全然思ったところに行ってない。あ、なんか反応あるな。気がピクピクしていますが、あ、沈んだ。あ、反応あるけど食いついてはない。はあ、これはかかってるな。よし釣れました。なんでしょうね、これは。ピント買おうかな。はい、こりゃチヌの稚魚だな。しかも本当に小さい。結構飲み込んでるな。ハゼか。